はい、こんにちは。YouTube の時間です。まあ、メイウェザーが現れてから、選手のお金の稼ぎ方とか、成功の価値観とか哲学がちょっと変わったんじゃないか説。うんうんうん、いや、無敗の選手が商品価値があるっていうようなことを言いたいんでしょ。まあそうね。なんだろう、昔に比べてそのリーグ化っていうか、その、まあ、プロモーター同士があんまりね、簡単に試合できなくなったとか。そうそう、あの、やっぱシュガーレイレナードとかさ、昔のよりもプロモーターがこうちょっと複雑になってるよね、うん、多いっていうかさ、そこでやっぱ選手たちはやりたくても交えないっていうかさ、っていう部分もあるのかもね。だから本当エリック・モラレスとか、うん、バレラとか、まああそこら辺ってなんかやりまくってたじゃないですか。まあモラレスもそうだしね、うん、何戦やモラレスとマルケスもそう、うん、パッキャオとね、何回もやって、でパッキャオもそうじゃない、うん、結構まあまあ数多いけども商品価値が落ちない、うん、っていうのはあるよね。やっぱ総当たり戦して、こう、今のボクシング界見てもさ、やっぱ皆さんも思うと思うんですけど、ライト級とかさ、ウェルター級、世界で見てね、ライト級なんてもう、ロマチェンコだ、ロペスだ、もっといっぱいいるじゃん、ヘイニーだって。ガルシアもいるしね。その辺が総当たりした方が面白いし稼げんじゃないかっていう見方もあるよね。うん、あと、ウェルター級もね。なんか市場価値が高まりそうな気はするんですけどね。まあ、選手、まあ、選手がぶっ壊れるっていう。どうなのかね、まあ、その一戦で壊れちゃう可能性もあるしね、自信がなく、うん、まあ、体をやられるのか、心がやられるのかね、ボクサーはどっちかやられても終わりですしね、まあ、その辺、要は大事に大事に育てるっていう流れは、やっぱ無敗の選手って商品価値高いって見るか、やっぱ、まあ見るよね、うん、魅力だもんね、成績パッて見たとき無敗だとね、まあ、井上尚弥選手とか、もう井上尚弥選手はもう、モンスターは、相手を選ばないでも無敗じゃん。だから例えば階級上げてった時とかの話ですよね、うんうん、想像するとしたら、うん、だからまあカネロとかも、まあ、ララとかゴロフキンとか、うんうんうん、まあ、実際ちょっとどうなのみたいな時もあったわけじゃないですか。カネロ昔はそんな好きじゃなかったけど最近好きなのよ、すごい。ちょっとパフォーマンスって、そのあの戦い方もさ、ちょっとテクニシャンというか、ちょっと見せる戦い方とかさ、アッパーとかも最近すごい俺は好きなんだけども、昔はそんな好きじゃなかった。スーパーウェルターとか、あ、ミドルの時もちょっと何かに守られてる感じがして、うん、もうそれこそゴロフキンと1回目やった時は俺はゴロフキンが勝ってるような気するし、まあ、2回目は、まあ、カネロの勝ち、うん、かなっていうぐらいじゃん。なんかカネロがむしろあそこで星を落としてた方が1回目ね、うんうん、なんかもっとお金に なりそうな気がするんですけどね。うん、たらればになっちゃうけどね、そのゴロフキンとの1回目はちょっとゴロフキン勝ったかなっていう声が多いじゃない。あそこでね、カネロが、まあ、負けててまたやって返り討ちにした方がね、うん、商品価値って誰が決めるんだろうね。まあファンだよね。いやだから売り上げですよ。まあお金か、うん、そうだね。昔のやっぱ名選手たちはこれとこれやったら面白いなっていうのはバンバンやってたもんね、うん、2回3回ってね、そう、ね、もう言い寄ってくれやってました、うん、今はやんないもんね、うん、なかなか。でもそれはもう選手同士じゃないでしょ、完全にプロモーター同士で、うん、ライト級なんてもう総当たり戦したら本当に面白いと思うけどね、ライトウェルターとかは、うん、だからなんかちょっとやっぱ見てても諦めみたいなのあるじゃないですか、どうせやんないでしょみたいな、うん、だからそこで興味を薄れていくってのもあるし、当然まあ日本の名チャンピオンたち、あの先輩方もやっぱ無敗の選手多いもんね。まあそれやっぱ世界取るまでにこけてたら途絶りつけないじゃないですか。うん、まあね。だから六代が言ってるのはその世界チャンピオン同士とか、すごいもう上に行った同士、要は日本タイトルとか東洋タイトルでサバイバルマッチじゃなくて、世界チャンピオンになった時に世界チャンピオン同士でやることの商品化してることでしょ。そうそうそう。しかもその世界チャンピオンの中でも、要はトップどころで。トップどころ。うん、うん、そうだね。ファンからしたらやってほしいよね。でもそんな簡単じゃないんだよね、マッチメイクっていうのは、うん、でもなんかちょっと無敗とかその戦績の綺麗さにすごいこだわってるような感じはしますよね。だから、うん、やっぱボクシングっていっぱいででかいじゃない。そう、成績にも残るしさ、うん、例えば K1 マサト選手とかだったらさ、まあ一回世界チャンピオンになったよね。2回目だっけ、2回目ね。チャンピオンになってさ、そっからしばらくなれなかった、うん。毎年負けてたわけじゃない。でもやっぱ最後チャンピオンになったじゃん、また。うん、したら、なんか、一応何敗っていうの残るけどさ、
なんか消えちゃうっていうかさ、っていうのあるよね。っていうか、負けたら勝った選手が次の注目選手になるじゃないですか。うん、でなんかそういうのが連鎖して続くから物語になるというか、うん、正直カネロがずっと負けなしでいって、じゃあカネロ引退しましたってなったら、え、次誰見んのみたいな、うん、そのいっぱいの重みっていうのはやっぱ格闘技によって、まあ、違うよね。まあその選手によっても違うと思うけどさ、まあ、やっぱ試合数がねそんなできないっていうのがやっぱ K1 と違うところではあるじゃないですか、うん、まあ、K1 なんて1日3試合やるもんね、うん、もう日本でもっと人気あってもおかしくないよね、カネロ、あのパフォーマンスでね。日本人はあれでしょ、そのドーピングのああいうのとかすげえ嫌うじゃないですか。あ、まあね、ちょっと若干今チームにえみたいな 目だもんね。え、赤尾さん自身どうすか、そのなんかドーピングの話とか出ると冷めます？俺別にそういうのないんですよ、ね、俺も別にない。視聴者としては一ファンとして、俺そんなないかな。ただちょっと前回か前々回の動画で僕すごい選手とやるかもしれないですよっていう動画出したじゃん、うんうん、コメントに来てたよね、絶対やってるからちょっとドーピングだけ気をつけてください。気をつけようがないけど、うん、でもちょっと自分がやるかもしれない相手にされてたらすごい気にするよね。それはそれはそうでしょ、それはね。